それじゃあ。はい。うん？うん？はい。それじゃあ。はい。そうですね。何か喋らなきゃとは。そうやな。真島さんはお寿司のネタ。真島さんも縁側が好きなんですか？小さい頃よくおじいちゃんとお寿司食べてましたから。なるほどな。実家の裏の山とか私の家のものだったらしいです。え？そんなことないですよ。え？なるほど、会話を続けるテクニックですね。勉強になります。じゃあ真島さんってこういう仕事をされてますけど、奥さんに怒られないんですか？いや。男の人の一人暮らしって、え？外食とかインスタントばかりだと栄養が偏りそうですね。肉じゃがとか差し入れましょうか。ん？はい。何やと？はい、恋愛ハウツーブックに書いてました。男の胃袋は肉じゃがでつかめって。ああ、私がハウツーブック読んでるなんて誰にも言わないでくださいよ。そうですか。でも私がちゃんと話せてるのは相手が真島さんだからな気もしますけど。え？やっぱり見知った中の人と恥。お客さんが全員真島さん。え？ごめんなさい。分かってますって。真島さんだらけの客席。え？この店で働いてる私のことどう思う？ああ、そうですかね。真島さん、なんか真島さん、何やぞ。お疲れ。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。
メニューに。ありがとう、真島さん。いらっしゃいませ。ごゆっくりどうぞ。お待ちしてました。ご延長はいかがでしょうか。ありがとうございます。よろしくお願いします。メニュー頼りにしてます。ご延長はいかがでしょう。申し訳ございません。よろしくお願いします。美人さんだな。ピーバスムで。いらっしゃい。よろしく頼むよ。コンマありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいいね。お願いします。ありがとうございます。お願いします。また来ましたよ。ゲストグラス。お願いします。ゲストグラス。ご延長はいかがありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。灰皿交換。ありがとう、真島さん。フィーバーするで。いらっしゃいます。どうぞ。お願いします。レディースグラス。わかりました。ありがとうございます。ようこそ。どうも。嬉しい。盛り上がってる。美人さんだな。かわいい。お願いします。盛り上がるね。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。こちらになります。フィーバーするで。盛り上がってきた。楽しい。盛り上がりの成長です。いいね、かわいいね。最高だよ。盛り上がってきた。めっちゃ嬉しい。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。盛り上がってきた。ありがとうございます。かわいい。嬉しい。お願いします。はい、どうぞ。田島さん、ありがとう。ようこそ。
楽しませてくれよ。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。うん、Ah.